1929年のシュナイダートロフィーレースのイギリスチームのパイロット、左端がウォグホーン、リチャード・ウォグホーンはイギリス空軍のパイロットである。1929年のシュナイダートロフィーレースで優勝した。ロンドンで土木技術者の息子に生まれた。イギリス空軍の士官学校を優秀な成績で卒業し、ソッピーススナイプを装備する。 第17戦隊に配属された。数年後中央飛行学校の教官養成コースに送られ、終了後も教官として中央飛行学校に泊まった。1929年2月にその年に開催されるシュナイダートルフィーレースのメンバーに選ばれフレックス島の海軍航空実験部隊に配属された。1929年9月6日のレースでスーパーマリン S6 で 平均時速5 2 9トルで優勝した。これは水蒸気の速度記録でもあった。この優勝で、ウォグホーンは空軍十字章を受訓した。1931年5月5日、ロールスロイスバザードエンジンと新しいラジーターのテストのため、服用爆撃機ホーカーホズレーで飛行中に、強風でコントロールを失い、ウォグホーンと同乗していた ER アレキサンダーは、 パラシュートで脱出した。アレキサンダーは、工場の屋根の上に着地し軽い怪我で済んだが、ウォグホーンは、重傷を負い、二日後に死亡した。フライトルテナントワグホーンウィナーオブザ、シュナイダートルフィーレース。ザ・タイムズ、フライデー、8名1931、衣臭45817、コルビー、P11、フライトルテナントワグホーン。 バーディクト・オブ・アクシデンタルです。ザ・タイムズ・フライデー15名1931五千45823コルイ・ P21 ありがとうございます。